ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、日本で一番有名なお城といえば、どこかしら？難しい質問だな。世界遺産の姫路城や、シャチホコで有名な名古屋城とかは有名なんじゃないか？それなら聞いたことあるわ。きっと強い武将がいたんでしょうね。ああ。やはり城は武将にとっての力の象徴とも言えるから、かなり大事だぜ。じゃあ、天下人になった人たちが住んでいたお城は、どんな場所だったのかしら？秀吉なら大阪城、家康なら江戸城だが、特に多くの謎に包まれているのは、なんといっても織田信長が建てた安土城だと思うぜ。安土城って、初めて聞いたわ。あの信長さんの居城だったのに、どうしてあまり知られてないの？では今回は、織田信長の幻の城安土城の謎について解説していくぜ。それじゃゆっくりしていってね。安土城は、織田信長が琵琶湖の東岸にある安土山に築城した山城だぜ。そしてなんと、安土城はわずか10年しか存在しなかったんだ。え、どうしてそんな短いのよ？安土城は、織田信長が天下統一を目指し、それまでの居城である岐阜城から拠点を移すために築いた城なんだ。元いた岐阜から引っ越したってことね。でもどうして？まずは、そこに至るまでの過程を簡単に説明するぜ。信長は1560年、桶狭間の戦いで今川義元に勝利、1567年には斎藤氏の稲葉城を攻め落として、岐阜城と改めて箕面平定し、翌年には尾張の国を統一しているんだ。それが安土城の前の居城ね。そして、足利義昭を建てて上洛し、いよいよ天下統一へと突き進み、1570年には、琵琶湖北部を治めていた浅井長政に姉川の戦いで勝利するんだ。この頃は飛ぶ鳥を落とす勢いだものね。1573年には、室町幕府を打ち倒し、織田信長は勢力を一気に拡大させていったぜ。向かうところ敵なしとは、まさにこのことかしら。こうして織田信長は、家督と共に岐阜城主の座を嫡男織田信忠に譲り、信長自身は岐阜城よりも京の都に近く、また、京都から北陸をつなぐ街道の要所である安土に拠点を移すんだ。つまり岐阜城よりも地理的に便利だったってことね。そうだな。実際、安土城を築城する数年前から琵琶湖のほとりに坂本城や長浜城、大溝城などの城を築かせ、明智光秀や橋場秀吉らの家臣たちに任せていたこともあって、これらの市場からも船で行き来できる安土城は都合が良かったんだ。確かに合理的ね。今と違って当時の琵琶湖は水運が活発に行われていたことから、現在の安土山は琵琶湖から数キロ離れているが、信長の築城当時は三方を琵琶湖の内湖に囲まれていて、城からすぐに琵琶湖に出ることができたみたいだな。内湖って何？内湖ってのは、琵琶湖と何らかの形で接続されている湖沼のことだぜ。なるほど、だから琵琶湖から離れていても、内湖経由で湖に出れるってわけね。また安土は、当時の日本の中心だった京都に近く、北陸街道から京都への要衝という利便性があったので、当時信長が直面していた越前、加賀の一向一揆への備えや、越後の上杉謙信への警戒のためにも好都合な場所だったんだ。まさに、当時の地政学的な要衝ってわけね。そういうことだ。また安土城は、標高199メートルの安土山に築かれ、山頂に約32メートルの天守がそびえ立ち、本丸、二の丸、三の丸が配置という自然の地形を生かした縄張りだったんだ。そして山の中腹からは幾重にも折れ曲がっており、複雑な地形を利用した縄張りとなっているぜ。身を守るのには最適だけど、生活が大変そうね。安土城中枢部への入り口の黒金門跡周辺は、特に巨石が使用され、マス型の出入口を抜けた後は、左右どちらにも道があり、侵入者をここでも防げる構造になっているんだ。公私ともに抜かりなしってことね。安土城が、これまでの城と大きく異なるのは、豪華絢爛な天守を持っていることだぜ。近代城郭では天守と表記されることが多いが、安土城の場合は信長の家臣の織田裕一が、新朝後期で天守と表記していたからだ。天守はもともとキリスト教の神様って意味よね。よく知ってるじゃないか。そしてこの安土城の天守というのが、城の中核を成している建造物で、通常の天守は日常的な居住空間としては使用せず、有事の際の利用が通例なのに、ルイス・フロイスの日本史などからも、信長は天守に住んで生活していたみたいだな。よっぽどお気に入りだったのかしら。そして安土城の天守は、望楼型というタイプで、天守の上層と下層の建物の形が異なっているんだ。本当だわ。別々の家をくっつけたように見えるわね。外観についても宣教師ルイス・フロイスがヨーロッパにもないと驚嘆したと伝えられるほどで、その後の日本の近代城郭に大きな影響を与えたんだぜ。意外とオシャレ好きだったのかもしれないわね。日本建築では、天守閣などの高層の木造建築を建てる場合、中央に心柱を建てるものだが、安土城天守の礎石は他の礎石は全て現存しているのに、中央部の一つが欠けているんだぜ。どうして？
発掘調査では、中央の穴に礎石がなく、穴からは焼け落ちた天守の一部と思われる炭と、壺のかけらのような破片が見つかったんだ。何か関係があるの？穴の上には仏教の宝塔が祀られ、穴には舎利用器である壺が入っていたのではと推測されているそうだぜ。信長って無宗教っぽい感じがするけど、宗教で信仰心がない合理的な印象があるが、この礎石の一部に、絵画、供述する菩提寺の創建時の存在などと、安土城には意外にも宗教的要素が多く見られるんだ。なんだか、意外だわ。新朝後期によれば、当時信長の武将で築城も担当していた橋場秀吉が、観音寺さんと長明寺山の谷から大勢の人足を集めて大石を引き出し、石を引くための掛け声や歌声が天地にこだましていたと記述されているんだぜ。どんな歌だったんだろう、気になるわね。この中でも巨石だったという蛇石は、10メートル余りで約112トンあり、安土山に引き上げる途中で綱が切れて蛇石は横滑りし、人足150人余りが引き潰された逸話まであるんだ。そんなどでかい石なんて運べないわよ。この蛇石は、その後安土山頂まで引き上げられたということなのに、現在までに何度も発掘調査がされたが、未だに発見されていないようだ。そんな巨石ならかなり目立つはずなのに、不思議ね。これまでの山城では土塁だったが、この頃には石垣を積むのが有効し、その石垣を見せつけることで石積み技術の高さ、城主の権威、富を表していたということで、安土城は日本の築城史上初の総石垣で作られ、石垣の上に天守を築いた初の城なんだ。そんな偉業も成し遂げていたのね。この安土城の築城技術が、その後、秀吉や家康をはじめとする安土桃山時代から江戸時代初期にかけての、武将の築いた城に用いられるようになり、その後日本国中に築城された近世城郭の模範になるんだぜ。すごいじゃない。そして、この安土城の石垣を手掛けた近江の石垣職人の阿納衆が、一躍有名となるぜ。阿納衆の素晴らしさは、自然石を積み上げただけで強固な石垣を作る技術を生み出したことなんだ。どんな技術だったの？崩れない石垣を作るためには、炭に当たる角の部分が重要だったんだ。阿納衆は、強度の強い角にするために三義積みという技術を生み出し、安土城に取り入れたぜ。ふむふむ。三義積みは、長方形の石の長辺と短辺を交互に組み合わせて強度を高めるという技法だな。よく思いつくわね。その後の全国で築かれた城の石垣普請に携わるようになり、石垣を使った城が主流になったんだ。お城にも流行りってあるのね。信長は、築城と同時に安土に城下町建設を開始して、楽市楽座を設け、町人の会期を免除し、商人たちへ安土の通行を義務付け、国中の馬の売買を安土で行うようにするなどして、安土城だけでなく、その城下町の発展にも大いに貢献したんだ。これは優秀なビジネスマンの片鱗を感じるわね。また、日本の城では城内を巡る道は、敵の侵入を防ぐため、細く曲がりくねっていたり、籠城用の武者走り、石落とし、籠城した時のために井戸なども多く作られるものだった。そりゃ命守らないといけないもの。だが安土城は大手門からの道が幅6無もあって広く、約180メートルも直線の道が続き、井戸や武者走り、石落としといった設備も極端に少ないということで、安土城は軍事施設としての防衛機能よりも、政治を行う政庁としての機能を優先させたのではと言われているんだ。信長さんの頭にはどのようなイメージが浮かんでいたんでしょうね。天正10年6月2日、明智光秀は本能寺の変で主君の織田信長と嫡男の信忠を討ち取ったんだ。あの日本一有名な事件ね。その後、安土城を守っていた明智光秀の家臣明智秀光は、山崎の戦いでの敗北を聞き、光秀の居城であった大津の坂本城で再起を図ろうとしたんだが、うまくいかなかったのね。ああ。しかし、光秀の廃止を知ると、光秀の妻子らを殺した上で自刃し、城に火をかけたんだ。怖すぎるわ。安土城には、信長の次男信雄が接収に向かっていたが、6月15日、突如として天守が炎上するぜ。こうして、信長の映画を象徴した安土城は、この世から消滅することになったんだ。なんか最後はあっさりだったのね。本能寺の変直後、光秀がまず乗り出したのが、信長の居城である安土城を接収することだったからな。さっきから出てくる、接収ってどういう意味？取り上げるってことだぜ。安土城を抑えることで、信長の後継者になることを示そうとしたみたいだな。居城を抑えればインパクトは絶大ね。光秀は1万余りの軍勢を率いて京都から安土に向かったが、その途中、瀬田城の山を掲げたかが瀬田橋を落としてしまっていたため、安土に向かえなくなってしまったんだ。瀬田橋は、瀬田川に架かる橋で、京都から東に向かう際には必ず通らなければならない橋だったんだ。ピンチじゃない。少人数であれば、船で渡ることもできたが、1万余りの大軍ではどうにもならないからな。考えてみたらそうね。
結局、6月3日と4日の2日間、光秀は居城の坂本城に留まり、信長の家臣らに観光工作を行ったり、敵対していた戦国大名に信長の死を知らせたりしていたようだな。これはまさに足止めって感じね。そして光秀は瀬田橋の修理が終わった6月5日になって安土へと向かっているぜ。この時、安土城は日野城主の蒲生方秀が守っていたが、信長の妻子らを日野城に避難させていたため、安土城では戦闘もなく、入城できたんだ。こんなこと歴史の授業で習ってないわ。この安土城で、光秀は朝廷からの使者を迎えるなど、信長の後継者としての地位を固めつつあったが、6月8日には安土城を出立し、京都で御所に参内すると、新政権樹立のため、畿内の平定を進めていくぜ。このあたりはさすがね。ところが、6月13日、備中国の高松城で毛利氏と対峙していた豊臣秀吉が畿内に戻ってきたことから、山崎の戦いが起こり光秀は敗北して、死に追い込まれてしまったんだ。目まぐるしい展開ね。その直後の6月15日、信長の次男信雄が安土城を接収した時、天守が炎上してしまったのは前述の通りだ。それにしても、犯人は誰なのかしら？イエズス会の宣教師ルイス・フロイスは、放火の犯人を織田信雄と記録しているぜ。しかし、それは伝聞に基づくものであり、フロイスが直接、信雄から聞いたわけではないんだ。勝手に言ってたのかしら？だから信雄が犯人であったと断定するのは早計かもしれない。確かにそれもそうね。そもそも、信雄には放火しなくてはならない理由が存在しないんだ。結果的に、信雄が信長の後継者になることはできなかったが、曲がりなりにも信長の次男だぜ。あまり疑うのは良くないわね。すでに長兄の信忠は本能寺の変で応死しており、信雄が安土城主になることもありえない話ではなかったが、光秀を討った秀吉が、信忠の子三法師を後継者にすることで実権を握ろうとしたんだ。それならやっぱり、この時点では、決定していなかったぜ。確かに信雄は、武将としての評価は高くないが、城に火を放つことがどのような意味を持つか、知らないわけではないんだ。本人に会って聞きたいくらいだわ。それは無理だぜ。信雄が放火したのでなければ、それまで占拠していた明智光秀の家臣が放火したことになるんだ。そっちの線もあるのね。もっとも、城の守備を任されていた明智秀光は、光秀の居城の坂本城に入っており、安土城にはいなかったぜ。なかなか犯人を見つけるのは大変ね。それに、最後まで城を守っていた城兵が、本丸に火を放って退去したと見るべきという考え方もあるくらいだしな。なんだか探偵になった気分だわ。今回は安土城の謎について解説したが文献が少ない以上は、燃やした犯人を断定するのは先になりそうだな。たくさんの謎を解いているようで、最後はワクワクしたわ。そこが歴史の面白さでもあるぜ。確かに、覚えたり暗記したりするだけじゃなくて考えるのも大事ね。考える方が色々と興味深くなって楽しいからな。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。